はい、今回はブログの開遊率を上げるためのテンプレートですね、まあ、試作ということで記事の下を工夫するということについて中心的にお話をしていきます非常に簡単ですのでね見てみてくださいで関連する記事を設置するってあるんですけれども一つの記事読んでもらったらできるだけ次の記事に進んでほしいんですねあるいはそのテーマ読んでくれてるテーマにもっと役立つような 関連する記事を読んでもらうということで、一つの記事ではなくて、二記事、三記事っていう風に進んでいってもらえるわけでなので、記事の下がね、何もないと、次に読むべきものがわからないので、例えば、そのね、読んだ記事の次にね、おすすめの記事、次に読むのにステップとしてですよ。正しい順番として、次の人にはこれを読んだ方がいいなっていうのをあらかじめ設置しておくんですね。 できるだけ正しい順番で読んでもらった方が教育もできますし理解も深まるので1つの記事を読んだら関連記事っていうのを記事の下に必ず表示をさせておいてくださいで次に読むべきものがあれば次に読むべき記事をちゃんと選んでおいてあげると読者はねやっぱ選ぶのはめんどくさいわけですよ自分がね基本検索なりソーシャルメディアでたどり着いてくれた記事に もっとね、関連する記事、例えば記事のタイトルがいいとかね、サムネイル画像がいいとかいうことでクリックしてくれる可能性もありますけれども、その人はね、その記事に来てくれたっていうことは、例えばブログのアクセスアップという記事を読んでいたら、アクセスアップに関連する記事をその記事の下に置いておいてあげるということは、かなりユーザービリティ的にもですね、喜ばしいことですよね。その読者、ユーザーとしては、あ こういうのも教えてくれてるんだ。ぜひこういうのも読んでみようということで、そのブログサイト自体にとても好感度がね上がるというか、信頼が上がるので、そちらはぜひぜひ下に関連する記事を設置するというね、施策っというのね、これも回遊率をアップするテンプレートですので、ぜひご利用ください。